アトカミオンの外伝ですね。海戦というやつですか、話も。何があったかっていうとね、まあ、悪い奴らに、怪しい軍で狙われている今回の先、軍曹ですよね。そこに詰めるジョージさんは妹であり、社長である桃江さん、これを探していたと。で、見つかったようですね。間抜けなカニのデッキに派手な虎のペイント、てめえがカニ先運送のジョージか。俺は恵比寿興産社長の恵比寿だ。関西進出にはあの土地がどうしても必要なんでな。まあそう熱くなるなよ、切り札はこっちにあるんだぜ。あんたの妹は俺たちのトラックでおねんだ。会社を譲ってもらうために東京まで来てもらわなきゃならねえからな。あの姉ちゃんも騙されて一人でのこのこ出てくるとはとんだアマちゃんだな。どうしても返してほしいのか。俺に勝てたら返してやるぜ。お前の得意なトラックで勝負だ。お前が勝てば妹を返す、俺が勝てばお前が会社を渡す。まあよくあるトラックのゲームとかであるやつですよね。まあ、レースゲームでよくあるパターンですよ。嫌な予感しますね。こっちも空にですからね、結構有利なんじゃないかなって思う。すごいトラックだね、アメリカ。
山ちゃんだな。切り札はこっちにあるってちゃんと言っただろ。あと動くなよ。この茶が引き金が軽いんだ。可愛い妹の頭に風穴が開くとこ見たかないだろ。卑怯だぞ。俺には褒め言葉だぜ。あの世で自分の不甲斐なさを嘆くんだな。え、死んで殺されるのこのまんま。そろそろ楽にしてやるぜ。いや、遊びすぎだよ、遊びすぎだよ、どんだけだよ。え、まだいるの、まだいるの、まだいるの。おう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 。ダメじゃん。あんちゃん。どういうことよこれ。で来ればもう嫌がらせせえへん言うから。それにあんちゃんにこれ以上心配かけてなかったんやもん。ありがとう。あの人が助けてくれたんや。かっこよかったで。トラックでさっそうと現れてヤクザを洗面器でとっついたんや。マジで？マジで？え、かっこええな、おい。かっこよ。あのイヤリング、ジョーちゃんがプレゼントしたんでしょ？とっても似合ってるね。それにしても社長、